はい、ゴールク前へようこそということで、今回も始めていきたいと思います。今回7分マッチでやっていきたいと思います。上海バスケ SKB 活動をそれではどうぞということでね、やっていきたいと思います。はい、ゴローチーム対今回かけさんチームということで、ゴローチーム、ゴロー、ヤギさん、マイコ、アレックスということでね、かけさんチーム、かけさん、のじりさん、マイクということで、ゴロチームいつの間にか先制しております。さあ、早い試合展開。ゴロはまずは休んでおります。これね、ゴール下が見ものですよね。マイクとアレックスね、同じぐらい。マイクの方がちょっとでかいですかね。やっぱ若干でかいかも、マイクの方が。さあ、1点リードゴロチーム。さあどうなる。最近未経験者対経験者、やれないこともあるし、やらないこともあるしということで、周りの方のレベルもすげえ上がってきてしまってですね、とてもじゃないけど未経験者チームで挑むことがもはやできないんじゃないかっていうね、そんなのもありまして、未経験者と経験者合同でやっております。さあ対ゼロということでね、今回はハイボールを飲みながら解説しております。個人的にはね、八木さんと同じチームになるの非常に楽しいんですよね。ゲームって、おっと、そんなこと言ったら八木さんミドル綺麗に決める。2対0、ゴロチーム2点リード。おっと、ゴロ登場。さあどう攻める。ここから八木さんがね、入るために試合展開早いというか、ボール回し早いから、なんかリズム良くなって、なんか自分のね調子も上がってく感じがするんですよね。って言ってたらゴロ決める。3対0、いいんじゃないでしょうか。さあ3点リード、かけさんどうする。あっと、あそこにね、いいパス決められるとマイクが止められない。モカちゃんも興奮しております。あ、ゴロ調子に乗ってシュート。八木さんそんなに背はね大きくないのに、リバウンドやたらやっぱり引っ掛けてくれるっていうかね。おっと、ゴロ下手くそレイアップ。なんやねん今の。おっと、もう一丁。おっと、来た、4対1。何シュートなんだろうあれは。4対1。ここんとこね、ちょっと先週いろいろありまして、朝練ができなかったりとかね、解説してる、おっと、かけさん決める。4対2。解説してる今日はもう大雨で、明日台風来るっていう上海の中でお届けしておりますんでね。はい、みんな大丈夫でしょうかね、台風は。さあ4対2。いいですね、今のこのゴール下のマイクとアレックス。おっと、マイクキレッキレ。さあ4対2、かけさんドライブからの、危ねえ。もはや未経験者の息を出したかけさん。さあアレックスからマイク見切れておりますけども、おっと、これ、あー、シュートに見せかけてパス。結果的に、あー惜しい。さあ危ない。4対2、ゴロチーム2点リードしております。さあマイコどう攻める。あー惜しい。4対2、もう1点取っておきたいゴロチーム。小野尻さん久しぶりの参加ですね。危ない。さあどう攻める。おっと、マイコ左手で、おっと、来た、リプレイ。
ドライブからの、ドライブからの左手レイアップ、これはね僕がやりたいやつなんですけどね、マイコにやられてしまいました。綺麗な左手レイアップ、ナイスシュートということで5対2。さあ3点リードのこのチームですけれども、ここは勝ち切りたい。あー危ねえ、ナイスリバン。あーマイク、マイクとアレックスの戦いがね面白い。おっとそんなこと言ってたらアレックス決める、6対2。いいんじゃないでしょうかこのチーム。さあ野尻さんどう攻める。まだ野尻さんの華麗なるシュートが出ていません。さあ6対2、ファールですね。さあ何かけフック、あー惜しい、かけフック出ました。まあ、個人的にはフックシュートまだ全然できないんでね、まあ、やる感じでもないんですけどタイプ的に。おっとマイコドライブからのミドルジャンプシュートっていうのかな決める。7-2、キレキレマイコですね今日は。おっと終盤かこれも。あーということで勝利、ゴローチーム勝利、初戦勝利、これ嬉しい。